国デンマーク、人々の生活の中には童話が生きています。美しい風土の中から生まれたアンデルセンの不朽の名作人魚姫が、華麗なアニメーションとデンマークロケでここによみがえります。荒れ狂う嵐の中、人魚姫の恋は芽生えたのです。人魚姫、お前さんは人魚の尻尾の代わりに人間が歩くときに使う2本の足が欲しいのかい。姫と王子との愛と冒険の物語、爽やかな涙と明るい笑い、ファンタジックな世界に広がる海のメルヘン人魚姫。近代童話の父アンデルセンの没後100年を記念して、東映動画が良い子に送るカラー長編漫画人魚姫にご期待ください。